はいどうも、所長エビです。今日は仕事で島根県に出張に来ております。お昼の休憩時間を利用して現場近くの鳩にちょっとやってまいりました。こんな感じで、日本海らしい大きなテトラが入っております。で、沖の方にね、岩礁っていうか岩場がねちょっと出てるとこがあるんで、ロックビッシュかなんかねいたらいいなと思ってちょっとやってみます。さあ、なかなかね岩礁帯にダイレクトにぶち込むのは危ないね。根がかりが多発しそうな気配がしますね。さあ、ちょっとじゃあテトラと平行に行ってみようかね。よいしょ。当たった。ああ、抜けた。ああ、食ったよ。何が食った。おお。来ました。ちっちゃいちっちゃいキジハタくん。ね。見て。超かわいい。あ、綺麗ね。色めっちゃ綺麗。はい、手乗りアコウくんでした。ありがとうね。ではお家に帰ってもらいます。バイバイ。釣れましたね。これ映っとるかな。水色のね、これソラスズメダイね。熱帯魚や熱帯魚、めちゃめちゃおるね。さあ、ちょっとじゃあねテトラの隙間に入れてみようかね。竿長いの持ってきてしまうとけやりにくいわよ。さあ、穴にね、穴に入れるの大好きだけど、まあ、みんな好きだ穴入れ。え、穴のなるべく奥に入れたいよ。沖に沈んどるね岩礁周り。当たった。よっしゃよっしゃよっしゃ。なんだ、乗ったぞ。イエスイエスイエス。お、まあまあ重い、まあまあ重いぞ。なんだなんだ、よし。
おーイエス、サイズアップ。来ましたね、やりました。よいしょ。はい、来ました。逆光カサゴくんね、やっぱり根魚かな。楽しいね。ね、今日は全部リリース、ありがとう、バイバイ。はい、というわけで、島根県出張、お昼休みに竿出したらお魚釣れるのかの回でした。こんなちっちゃいね、綺麗なアコウが釣れましたけど、サイズはね、ともかくね、楽しいお昼休みです。はい、で今日はこれから車をかっ飛ばして鳥取島で大移動です。ロングドライブで出張2日目に突入しますんで、明日また鳥取でね、どっか竿を出せる時間と場所があればやってみたいと思います。はい、出張2日目、昨日のね、島根県から4時間爆走して鳥取県まで来ました。鳥取市です。後ろに見えてる、海岸のね、向こう側は鳥取砂丘です、ね、もう鳥取砂丘の目と鼻の先に来ております。ここはね、河口ですね。こっち側はもう海ですね、日本海、はい、河口部。土日中、お昼過ぎなんですが、ヒラメ、マゴチ、シーバスとかね、そんなの狙ってみようと思います。2日目、行ってみます。そう、根がかりの心配はなさそうなんで、浜王で行ってみます。 21g、ね、メジャークラフトのヒラメマゴチ専用ソフトベイト、ソフトルー。しばらく投げたんだけど何も起こらないので、 ID を次。さあ、最後にね、1箇所、もう1箇所だけ、移動してきました。ここはなんだ、鳩間公園みたいになってるから、駐車場もあって、まあ、フェンスがあるけど、漁港の内側にある場所なんですけど、あんまりね、遠くに移動したくないんでね、がっつり移動すると帰りがまた大事になるんで、鳥取から広島まで4時間近くがかかるみたいなんで、帰りのことを考えてあんまり大移動はしたくないと。で、なんか都合いい場所をちょっと見つけたんで来てみました。さあ、行ってみましょう。サゴシが追ってきたね、サゴシ。サゴシが中にはね、これは食いそうな気がするぞ。はい、というわけで、島根から鳥取市へね、出張で来たわけなんですが、2日目、結果は坊主。
サゴシのチェイスが何回もあったんだけど、結果ね、フッキングに至らんかったということで、2日目の釣果はゼロ。